運命のささやきが聞こえる。私の名を呼んでいるわ。準備万端だ。準備万端だ。かつて天空には栄光の王国があった。国王は王位継承者第一位に暗黒の国へと行き、創世の真珠を探すよう命じた。こうしてかの者は真珠を探す旅に出た。しかし彼女は騙され、自身の高貴さを忘れてしまう。そして自らを暗黒の国の王女だと思い込むようになった。でも心配はいらない。なぜなら王位継承者第2位の者が旅に出たからだ。これは君の長い旅の気候であり、君たちの真珠の歌である。別の天中宙に分け与える。出発な。操船儀式、また良くないことが起きてる。
天地創造、分け与えられたエデン、私こそが断罪の子。せよオーズ、いや、うん、うん、うん、いや、矢を求めている。の名において、黒き翼よ、昼夜を切り裂きなさい。またか。
でしょ。ふっ、たっ、それ、ふっ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 、黒き翼よ、昼夜を切り裂きなさい。別の天柱中に分け与えられた楽園エデン。岩の重さは安心できます。お嬢様の仰せのままに。答えなさい。黒き翼よ、昼夜を切り裂きなさい。これが運命です。運命の共栄。やっはっやっはっやっはっやっやっ。かけっこしましょう。
夜の権限。必要な方がいるはずです。犯罪の名においてお嬢様の仰せのままに。またか。これが運命です。話が通じないなら叩くまででしょう。料理の時間だよ。やっはっ
天地創造。分け与えられたエデン、私こそが断罪の皇女。